それでは定刻となりましたので、ただいまからデジタル社会推進本部 AI の進化と実装に関する PT を開会いたします。先生方においては統一地方選後の直後、お疲れのところお参集いただきましてありがとうございます。本日はチャット GPT などの AI の社会実装と利活用についてということで、米国オープン AI 社の CEO サム・アルトマンさんにお越しをいただいております。それでは開会にあたりまして、平座長よりご挨拶をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。お忙しいところありがとうございます。AI の進化と実装に関する PT ということで、今日はたくさんのマスコミの方も来られておりますが、オープン AI 社 CEO のサム・アルトマンさんに、おいでをいただきました。この PT がですね、キックオフをしたのは1月ですので、わずか3ヶ月で、ホワイトペーパーを出し、アルドマンさんが来ていただけるということはもう世界に認知をされた PT だというふうに思っております。GPT っていうのはジェネレーティブプレトレインドトランスフォーマーという略だそうですけども、我々はですね、事前に政府よりも早く AI をキャッチアップしてトレインドされてますので、トランスレーターとしてですね、政府とこういうオープン AI 社最先端の会社をつないでですね、政府がそのアンカーテナンシーになる手助けができるようにまた議論を進めてまいりたいと思います。先生方どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして平井本部長よりご挨拶お願いいたします。はい、どうも皆さん、今日は大勢お集まりいただきましてありがとうございました。いつになくマスコミも多くて、本当に関心を持っていただきましてありがとうございます。まずサム・アルトマンさんには貴重な時間をいただきましてありがとうございました。そして今日午前中には、総理とも有意義な会談をしていただきまして本当にありがとうございます。実は私2019年に科学技術担当大臣として、当然その中で AI も担当してまして、AI 社会原則というものを取りまとめました。でこの文書は政府決定されているんですけれども、今読んでもそのまさに今の時代、今考えなきゃいけないことはそこに大体網羅的に書いてあります。ただ当時作ったことから考えるとですね、そんなに未来は近いとは思ってなかったんです。ところが今回のラージランゲージモデル、皆さんが使っている GPT ですね、これがこんなに素早く世の中にリリースされるとは思っていなかった。でまさにこれはもう本当に大きなイノベーションだと思います。で私も毎日使っています、日本語英語 で明らかに英語の方がちょっと賢いのが尺に触るので日本語ももう少しよりよくしてもらえればというふうに思います。欧州はじめいろんな規制の問題等々が今議論をされていることも知っていますし、いろいろな検討しなければならないことがあると思います。しかし規制だけでは何も解決しないというふうにも思います。なぜなら多くの人たちはもうすでに体験をしてしまったということが一番だし、使えばとても便利な道具であるということを多くの人が理解しているということです。一方で、規制なしではリスクが高すぎるということも当然感じています。ですから、これから我々がいかに賢く、また国のために、国民のために、社会のために、利活用していけるのか、ここをこれから検討していかなければならないというふうに考えています。そういう意味で今日はサム・アルトマンさんに来ていただいて意見交換できるという機会は我々にとって非常に貴重ですので、ぜひ先生方にももう自分の思いをそのままつけていただければと思います。ただこの PT の基本的なスタンスは常にポジティブに前進をしていこう。ですからここで怖いから、そのリスクが大きいから、そのひるむということはありません。社会のために、日本のために使えるように我々が努力していきたいと思いますので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、OpenAI の CEO、サム・アルトマン様から、一言ご挨拶をお願いしたいと思います。Thank you very much. It's a real pleasure to be in Japan. This is my first international trip since we've launched ChatGPT. What's... どうもありがとうございます。ChatGPT、こちらをローンチしてから初めての海外ということで、日本に来日することができて、よろしく喜んでおります。Yeah, thank you.It's amazing to see what's happening with the uptake of AI technology in Japan. It's certainly one of the centers of the world. It happened first with image generation and now with ChatGPT. There are more than 1 million users every day using ChatGPT inside of Japan. 本当に日本で AI テクノロジーがこんなに早く広がるっていうのはもうまさにアメージング驚きであります。最初はそのイメージを生成する、そしてまたこのチャット GP ということで、もうすでに100万人以上のユーザーが日本でお使いいただいております。We believe that the development of AI will be one of the most important technological revolutions ever, and the role that Japan can play is both a significant adopter and user and creator of the technology, and a government and a geopolitical power center that can help set the global agenda for regulations so that we can maximize the upsides and mitigate the downsides is very important to us.でそしてまた AI の開発ですけれども、やはり技術的なその革命をもたらし得るということで信じておりますし、またこのテクノロジーをいろいろと作成し、創造し、また使用し、実際にユーザーとしても使っていただくということで、非常にそれは重要な点だと思いますし、日本は地政学的にも非常に中心を占めるという意味におきまして、いろいろなリスクも言われておりますけど、それをできるだけ低減し、またメリットをさらにまた増加をさせていくという点で、非常に日本の新しい形を利用するというのは大きいと思います。We hope to make future versions of GPT even better at Japanese language and Japanese culture. Although GPT-4 hopefully you get to try out and is better than the previous version by quite a lot. And we're excited to work with all of you and the people of Japan and the government and the companies here for a very bright AI future.やはりこれから将来に向けて、また日本政府をはじめとする関係者の方々と緊密にできるところ協力をしていくということを楽しみにしております。そして今回ローンチした GPT ですけれども、4は前のバージョンよりもかなり日本語そして日本文化という意味で向上しているのではないかというふうに信じております。しかしそうは申しましても、やはりこれからも GPT の将来のバージョンも日本語また日本文化においてさらにまたこの向上をする能力的な向上を図れるかというふうに感じております。Thank you very much. ありがとうございます。